平野の仕様の CM 契約終了。広告業界におけるジャニーズの未来。ジャニーズ事務所タレントの CM 出演契約にカザナが開く。広告業界において、ジャニーズ事務所所属のタレントが CM キャラクターとして活躍することは、日本の広告業界における一つの常識でした。しかし、 近年、ジャニーズ事務所タレントの CM 出演契約に変化が訪れています。特に、平野耀をはじめとするジャニーズ事務所のトップタレントが次々と CM から姿を消す編変が広告界に広がっています。この記事では、ジャニーズ事務所タレントの CM 出演に関する最新情報を探り、広告業界の激動と未来について考察します。 ジャニーズ事務所タレントの CM 出演広告会の常識。長らく、ジャニーズ事務所所属のタレントは日本の広告業界において非常に重要な存在でした。その美しいルックス、魅力的なパフォーマンス、そして圧倒的なファンベースは多くの企業にとって商品やブランドを宣伝する際の強力な武器でした。ジャニーズ事務所タレントは、洗剤から食品。 化粧品、薬品など、様々な製品の CM に寄与され、商品のイメージ向上や売り上げアップに大いに貢献してきました。近藤雅彦、木村拓也、桜井翔など、数多くのジャニーズタレントが CM キャラクターとして名を馳せ、その姿がテレビ画面や広告ポスターに頻繁に登場していました。 彼らの存在は、商品の広告戦略に不可欠な要素とされ、多くの消費者にとっても親しい存在でした。広告業界のジャニーズ離れ、その兆し。しかしながら、近年、ジャニーズ事務所タレントの CM 出演に変化の兆しが見られます。特に注目すべきは、元キング、リンチェの平野市要が出演していた P&G の、 テレビッチ CM 自体ですです。彼の契約更新の行方が注目されていましたが、CM キャラクターは熱血キャスター松岡修造と杉ちゃんに変わりました。広告代理店関係者によれば、平野のジャニーズ対場報道後、外資系の P&G 社は再契約せず、以前から契約していた松岡修造に戻すという方針を取ったとのことです。 また、利権ビタミンの、利権のノンオイル、セブンイレブンジャパン、池田も反動のかゆみ虫刺され薬、無比、など、ジャニーズ事務所タレントが出演していた CM も終了しています。さらに、資生堂も木村拓也との契約を終了し、新たな CM 戦略を模索していることが、週刊文春、電子版で報じられました。 広告業界の変化、ジャニーズ事務所の少年場、ジャニーズ事務所タレントの CM 出演契約に変化が訪れている背後には、広告業界全体の変化が影響しています。特に、企業としての責任や社会的な要請が高まる中で、ジャニーズ事務所との契約料支払いに疑問符がつくことが増えています。 企業が株主からジャニーズタレントの CM 起用について質問や意見を受けるケースも増え、株主総会での議論が行われています。企業は株主の意向を無視できないため、契約期間が終了する際にはジャニーズ事務所のタレント再契約について検討を迫られています。 一方で、広告業界自体も変革期にあり、新たな広告戦略や CM キャラクターの選定が模索されています。ジャニーズ事務所タレント以外の俳優やタレントが、新たな CM キャラクターとして注目され、起用されることも増えています。結論、広告業界の未来への挑戦。ジャニーズ事務所タレントの CM 出演契約に変化の兆しは、 広告業界の未来への挑戦とも言えます。消費者の期待や社会の要請に応えながら新たな広告戦略を築くために企業は慎重な検討を迫られています。ジャニーズ事務所タレントの CM 出演が減少する中で新たなキャラクターやストーリーテリングが求められ、広告業界は新しい局面に突入していると言えるでしょう。 ジャニーズ事務所と広告業界の関係が今後どのように進展するのか、そして CM 業界のトレンドがどのように変化するのか、引き続き注目が集まるでしょう。広告業界は常に変化し続ける一方で、消費者と株主の期待に応えつつ、新たなる時代に挑戦し続けることが求められています。